まあそうするとその今年の選手権の指導者に葛西先生からこう激励というかメッセージというかなんかこう、うんうん、ねまあコロナっていう特別な時でもあるから、うん、そこも踏まえてこのメッセージを送るとしたら何かある？はい、うん、まあ本当に大変なあのこの後コンディション作りをしないといけないと思います。コロナの中でね、うん、皆さん本当に気を使うだろうと思いますが、うん、最後試合に臨むにあたってね、うん、さて、ピッチを送り出す前には、うん、あの本当に、気持ちの部分をこう、うん、のびのびとさせてやることが大事だ、うん、そして樋口先生言われたようにチームのいいところはどこだということをねもう一回再確認してあげることと、うんうん、でやっぱりその対戦相手いろいろね、力の具合もありますけど差もありますけど、うん、なんだろういろんなことを言い過ぎてもダメだということね。特に私なんかは、守備で一つ攻撃で一つ、うん、というふうにチームのなんかね最後のミーティングで、うん、やっぱり緊張しますよね、うんうん、すごくもうプレー覚えてないぐらい緊張している初出場のチームなんかあるんですが、うん、やることだけ整理して送り出すというのが、うん、やっぱり一戦一戦大事に戦うという意味なので、うんうん、自分たちのいいところを整理することと、まあ、本当にこのゲームでどこをしっかりチームとして、戦い続けるかというそのところをはっきりさせて送り出すと、うん、子供たちはそこに集中しますので、まあ、そんな緊張も少しずつほぐれていくのかなというふうに思います。なるほどね。これをやれっていうことをね、うん、言って送り出してほしいなと思いますね。なるほどね、わかりました。うん、シロさんはまあ、選手権は、うん、まず何が起こるかわからない。何が起こるかわからない。何が起こるかわからない。だから、うん、もう過去の対戦成績とか、うん、今年夏どうやったとか、うん、全く関係ないと思います。なるほどね。もう何が起こるかわからない、うん、でジャイアントキリングが起こせる、うん、即 PK ですから1年、うんうん、だからいろんな意味でどこにでもチャンスあるんだろう、うん、だそれをまず本気でこう思えるかどうかですね、うん、でそのために一茂先生言われたようにもうピッチに立つ前に伸び伸びさせるっていうか、うんうん、もうあの自信持ってピッチに立たせるその言葉を、うんまあそのね、チームによっては違うと思うんですが、うん、そういう言葉がけをしてよし、やられるんだっていう気持ちで、うんピッチに立たされることができれば、うん面白いゲームができるんじゃないかなと思いますね。なるほどね、わかりました。康介さんはどうですか？いやもうあの2人に全部言われましたけど、あ、はいはい、まあ本当に、まあ緊張、過緊張みたいなところがあるし、うん、だけども要するに今までやってきたことをちゃんと表現する場じゃないですか。なるほどね、はい、だからそう今までやってることを表現するための、うん強い気持ちであったりそして、うん仲間がいて、うんサポートしてくれた人がいる人のためにも、うんまあ、みんなもう普段の力をね発揮できればいいような雰囲気を作るのが、うんまあ、監督であって。なるほどね、はいわ、はい、かりました。あのまあ多分ねベテランの方だから、まあ、僕はカテゴリーを使ったんだけど違うんですけども、やっぱ選手をその気にさせて送り出すっていうことがまあ一番こうやってきたことなんですね。厨房の時ですけども、今の大学生もそうなんですけども、結局本気にさせてトレーニング組ませてトレーニングをさせて、でその気にさせてゲームを戦うとっていうようなことがまあ共通してあるんじゃないかなっていうふうには今の話から感じますね。